ひっくり返さないと。何分ですかね、それは。はい。何分のやつですかね。全然。3日。逆に3日も。違うんですよ。うん。こっちでしょ。それ多分一生のやつやな。一生。うん。だって蓋が開かないから。でそちらもですよ。そうやな。お願いします。お願いします。うわあ、手が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 。あなたがやってるその指は、私が小学校の時に教えてもらってたピアノの先生と同じ指輪してる。お久しぶりね。ねえ。もうね、私が小学校の時にもうおばあちゃんやったんよ、その方。じゃあ今生きてたら多分182歳ぐらいと思う。え、ちょっと待ってください。もともと100 100後半。はい、お元気ですね。うん、でその先生がね、すごいな、指輪いっぱいつけてたのよ。すっごい覚えてる。もしかしたらそれって、あ、生まれ変わるかもしれん。指輪つけて、うん、ありえますよね。だってピアノね、うまいし。まや。でもその方が亡くなってるかどうか決めつけてもうた。今決めつけ決めつけっていうのは、私たちが大阪でやらせてもらってる番組、私たちというか、まあ、語弊がありますから。語弊がありますからね。語弊持ちあーえんやからもちもちもちさら食べへんかい。これ飛騨の諭吉の五平餅という千恵子さんの歌を今歌ったんですけども、まあ、安友さんと私が司会やらせてもらってる関西の番組で、その番組のナレーションをやっているんです。それが決めつけという番組。え、なんか今日は、まあ、全然関係ないですけど、まあ、今週は違いますけど、なんか会議みたいですね。紙がいっぱいあって。そうやね、それが徹子の部屋やね。徹子の部屋、紙そんなあります？あったやろ。徹子の部屋出られたことあります？4回そんなことってあるんですね。ゼロです。あ、そう。あ、これ意外やね。やっぱり私ってうまくいかないじゃないですか、人間関係ちゃんとできる子やのにな昨日も泣きましたよ、家で。なんで？言ってあげて。仲いいと思ってた人同士で、うん、私以外でご飯行ってた。おい、小学生か、お前は。そんなことでえんって感触起こしてんのか。いや、気持ち分かってください。それはちょっと教えて。じゃあ詳しく。誕生日会みたいなのをしてたらしいんですよ、うん、昨日楽しかったねみたいな言ってて、うん、何ですかって言ったら、なんかあみたいな、この、うん、あ、聞かれたみたいな、うん、よくある小学生とか中学校の時にある、うん、はい、そうなんやって思って、いやこの時期そんなグループでご飯してる中、ちょっと常識疑いますねって言った。言った。そうか、それ寂しかったんだ。寂しかったけど、この時期にパーティーするなんてって言って怒った。あ、はい、だから誘われへんねんでって言われて、外野に。あ、ね、泣いた。家帰ってね。え、どういう気持ちで泣いた？なんか大阪からずっと一緒にやってきて、あ、私ってこの芸人人生何も築き上げてきてなかったんやって思ったんですね。うん、私って必要ないんやって。うわ、もうネガティブにこうって言ったらあなた病気になるタイプよ。やめなさいよ。その後ラップしたら気晴れました。よかったわ、あなたにラップがあってよかったわすいません、こんな久しぶりにお会いして、こんな、うん、どうぞ話いや、私の解釈で言うと、仲間外れやんって思って分かってください。それでお姉ちゃんに電話したんです。うん、聞いてよって言って、うん、お姉ちゃんが料理しながら、うん、うーんって言ってでもこっちだと忙しいから誘ってくるんでよかったと思うわとまあね、そういう楽な気持ちで折れたらええけどね。気にしちゃうからね、ゆりやんはね。はい、うん、気にする、気にするし悔しい。で、その人たちとはもう今後私、うん、だわと思ったのか、もっとコミュニケーションを深めようと思ったのか。まあこんなものかって思いましたね、うん、無理にすり寄ろうとも思いませんし、うん、かと言ってふんってするのもちゃうじゃないですか、うん、まあ人生こんなもんやなっていう、意外とドライやんな人間ってって、うん、
ドラえもんやんって思いました。あんたドラえもんやん。僕ドラえもんです。ほらドラえもんね、めっちゃドライな。そうやろ、のび太くん、まあ、別にどうでもいいよね人間関係は。ドラえもん、ドライアイって言うたりドラえもんって言ったり。はい、すいませんね、こんな公私混同して今すいません。でもこいつこんな30にもなってこんなことを言うかって正直思われてるじゃないですか。いや私はユリアの性格ある程度分かってるから言うのは不思議じゃない。うん、でもそれ知らん人はびっくりするかも。うん、そうでしょう。うん、なんか嫌なことないですか最近。いや嫌なことはそれは毎日ってことはないけど、それは頻繁にあるけど、やっぱ年が違うっていうのもあると思うよ。私も47やんか、20年近く17年近く長く生きてたらね、長く生きてたらねってなんかすごい人生の先輩みたいな言い方してるけど、なんかああでもないこうでもないって考えると本当にケセラセラの考えに変わってきたよ。そうですか。ケセラセラもうネタで使ってた言葉やけど普通に使ってるけど、まあ人生こうなるようになるやろうなとか、まあまあこういう星の下で生まれたんやろうなとか、なんかそう思うと正直変わってくる精神的なものが。ほんで目につくものとか、まあ、例えばおみくじとかにもそうやし、思わず本屋さんに入って目に入ってくるものとかが今の状況に言われてるようなこととかが多かったりするから、あやっぱそういうことなんやなとか、なんかこう納得できるような出来事が多くなってきた。変わってきました気持ちが。よかった。なんでこんなネガティブな話してすいません。人間ですよ。だからユリアンは動物やと思ってたんよ私ほんまに昨日までは。あそういうことだったんだ。そうそうそう、人間っていう人間味感じてくれました。はい、人間味感じました。人間味をね。よかったです。人間味ありますよね友近さん。いやわかんないです。でもそれは人間味っていうのはやっぱり大事やなと思う。やっぱり人間、やっぱ人間一人では生きていけないですからね、ほんまにおっしゃる通り。本当そう。だからでも自分がこの人理解者やなとか、やっぱこの人についていこうとか最初に思った気持ちってやっぱ大事やなとか思うからさ、その間で何かあってもでもやっぱり反抗したくなるけど、でもなんかその人を信じてついていったらやっぱ間違いなかったわっていうことがなんか最近やっぱ多いもん。やっぱ帰って家一人で、外出てすぐ戻ってきて一人で、また外出て一人じゃないですか。もちろん実家も帰れないし今で外出てやっとみんなに久しぶりに会えたって、私以外でなんか帰ってたって思って、それ悲しくなる気持ち分かってくださいね。そのでも分かるユリアンっていう子も多いと思う。ですよね。うん、マネージャーにも言ったんですよこの話。うん、僕も知らないとこでいつもなんか若手のマネージャーだけで集まってるの写真とか見ますって言ってます。でも僕がいないからどうせ盛り上がってないんだろうなと思ってますって。まあある意味ポジティブやな。うん、だからなんかもうその息から抜けると本当にもう一ステージ人間も変わるんやろなと思うよね。まあそれは理解してくれてる人は絶対にいるし、自分の道を行った方がいいと思いますけどね私は。まあ、かといってその集団でしか動けない人間ではないですよ。何やったら集団で行動するのめっちゃ嫌です。そう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 。そうだけど声かからないとかは誰もいないっていうのは寂しいからねそれはね。うん、すいません理解してくださって。私は理解者です。さあ続きましょうか。長いことを使っちゃった。たまたまこの前テレビつけたらチルテレが始まったからびっくりした。あすごいタイミング。うん、夕方のだって5時でしょ。たまたま BS 日テレに合わせてて5時っていうタイミングでテレビつけた。それ別にチルテレ意識してなくてつけたらそれが始まったから。すごい。私もこの前テレビつけてたら、なんかの
なんかネタ番組の予告みたいなんで、うん、友近って出てましたよ。あ、本当ですか。友近って出てた。はい、友近さんよって言いますもん。あなたいつでもいつでもあれやね、忘れた。忘れるな。もうゆっくり喋っちゃった、久しぶりにね。まあでも人生について語るってなかなかあんまりテレビでないもんね、性格とかね。確かにないですね、うん、そのこんなにゆっくり時間使わせてもらって喋れないですもん。そうそうそう、それやっぱり予想行きになるしね、別の番組やったら多分。はい、そうなんですよ、うん、まあ、それが普通なんかもしれません、うん、ありがたい、このこんな時間いただいてね、チルテル、ありがたい。語るって言ったらもうカタルシスって思い浮かびません？カタルシスって何やったっけ？ほらもうこんな状態よ。私も意味分からず言ってます。カタルシス、指数のこと。カタルシス、違います、カタカナでカタルシス、多分あのオーガズム的なことじゃないですか。気持ちいいってこと。違います。違うみたいよ。違った、恥ずかしい。恥ずかしい、めっちゃやってはいけない間違いしてる。お前や、オーガズムって言うたやん。何が嬉しいんですか。お前や、もう終わるよ。終わっちゃった。もう落ちたん。はい。ということで、まあ、今回はね、ゆりやんが赤裸々に語るということでございました。全てを語り、全てをお話ししました。はい。まあ、次週はまた違ったゆりやんが見えるんじゃないかと思いますけど。そうなりたいです。はい。ではまた来週お会いしましょう。チルテルでした。